どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、ブラックホールが恒星を破壊する瞬間というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。ブラックホールが恒星を破壊する一部始終。2019年の9月、地球から3億7500万光年という非常に遠く離れた宇宙にある、こういった名前の銀河の中心部にて、はっきりとした透光現象、SSSN19BT が観測されたとの発表がありました。走行を観測したのは超新星爆発を観測する SSSN という20機の天体望遠鏡からなる観測システムでしたが、走行が起こった領域というのは偶然にも太陽系外惑星を発見する別のシステムであるテスも観測を行っていました。ASSSN19BT を観測したのは2019年の1月29日でしたが、テスは同じ空の領域を27日間も連続で観測し続けるため、その8日前の1月21日から走行の一部始終を捉え続けていました。これだけ強い光を放つ代表的な現象としては超新星やガンマ線バーストが挙げられますが、今回はこのグラフのように走行のペースが緩やかだったので、それらとは異なる現象であると考えられました。走行ペース以外にもその最大高度や発生位置などの情報から ASSSN19BT は銀河の中心にある太陽の600万倍程度の質量を持つ超大質量ブラックホールによって太陽程度の質量を持つ恒星が砕かれ、その後ブラックホールを取り巻く膠着円盤となる瞬間に放たれた光であるというふうに考えられています。このようにブラックホールに接近しすぎてしまい、天体が破壊されてしまう現象は超積破壊現象、英語で略して TDE というふうに呼ばれています。ブラックホールが物を飲み込む際、スパゲッティのような非常に細長い形状に変形させてしまうので、その名の通りスパゲッティ化現象というふうにも呼ばれています。この構成の形を見てもわかるんですけど、非常に長く伸ばされているのがわかります。TD が天の川銀河で起こるのは、1万から10万年に一度程度なんだそうです。超新星爆発が天の川で起こるのは、100年に一度程度なので、それだけ TD は珍しい現象であるということですね。破壊された構成のガスは、ブラックホールに一気に流れ込み、重力によって光の速度に近い速度にまで加速させられ、それらが擦れ合うことによって数億度単位という膨大な摩擦熱が生じ、それによってとてつもないエネルギーを放ちます。で、一時的ではあるんですけど、なんと、その発生源のブラックホールが存在する周囲にある億単位の星々すべてを合わせた銀河全体の明るさを凌駕するほどのとてつもない明るさで輝くんだそうです。史上最近距離での TDE を新たに撃破。そして2020年の10月には AT2019QIZ と命名された新たな TDE が地球から2億1500万光年離れた銀河の中心で発見されました。先日の ASSSN19BT が3億7500万光年彼方での発生だったので、それと比べても非常に近い場所での発生であり、これまでの TDE の観測史上、最も近い距離での発生なんだそうです。はい、こちらの銀河の中心部ということになります。AT2019QIZ を走行し始めから消えるまでの6ヶ月間にわたって、様々な波長での電磁波で観測した結果、ほとんどが可視光線と紫外線で光っていたということも明らかになっています。さらに、その光から、AT2019QIZ が起きた瞬間、太陽の100万倍以上もの質量を持つ超大質量ブラックホールが太陽とほぼ同程度の質量を持った恒星を砕き、恒星はその質量の半分程度を一気に失ったということも判明しています。比較的近い位置での発生だったということもあり、これまでにないほどに詳細な研究が行われ TDE の性質がより鮮明になってきています。TDE 由来のニュートリノを観測。また、今年2021年の2月には、TDE 由来の高エネルギーニュートリノが初めて検出された可能性があるという発表がありました。
2019年4月に AT2019DSG と命名された TDE が観測された。その半年後の、同年10月、南極でニュートリノを検出する観測所であるアイスキューブが AT2019DSG と同じ方向からやってきた高エネルギーニュートリノを捉えました。これまで高エネルギーのニュートリノは何度か、観測例があるんですけど、 TDE 由来のニュートリノの観測は史上初めてということになるそうです。潮汐破壊現象である AT2019DSG が高エネルギーニュートリノの発生源である確率は 99.8% であるというふうにされていますが、 AT2019DSG の発生から半年も遅れてニュートリノが検出された原因については謎のままなんだそうです。 TDE は巨大なブラックホールの周辺という重力が非常に強く極端な環境下で物質がどのように振る舞うのかを知るのに大いに役立つ現象となります。さらにニュートリノというのは他の物質の影響を受けにくい素粒子なので、電磁波に代わる遠くの宇宙を調べる情報としては重力波と並んで大きな注目が集まっています。 TDE が高エネルギーニュートリノの発生源であれば、遠くの宇宙を情報を調べる上でも役立つかもしれません。今後もさらに TDE の観測が行われていって、それに伴って新事実が明らかになっていくことでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味のある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルではより広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルではこういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、僕キャベチ監修の下で優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行っています。とても、楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄からぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。